皆さんこんにちは。ミュージックラボピアニストのねぎまりさです。いつも動画ご視聴いただきましてありがとうございます。今日は簡単コード弾きということでですね、この季節に夏だから弾きたいというこの曲をお届けしていきたいと思います。タイトルサマーですね。この曲は北野武監督の作品菊次郎の夏のテーマ曲として有名になりました。久石譲さんが作曲した曲なので、こうどこか懐かしさがあるような、そんな素敵な曲かなというふうに思います。今まさに弾きたい曲、この8月のお盆のこの辺りに弾きたい曲ですから、まあね、9月になる前に、ぜひ最後まで通して弾けると楽しいかなと思います。それでは行ってみましょう。この曲自体はもともとこういう風にシャープがついているキーになっています。二丁調ファとドがシャープのキーなんですけれども、ちょっとそれだと難しいかなと思いました。本当はこうです。はい、こうなんですけれども、こうではなくてちょっと簡単なキーに移調しました。 C キーで演奏していきたいと思います。それでは C キー、この楽譜、今回私が参考にしている楽譜は下の概要欄に載ってます。よかったらチェックしてみてください。それでは行ってみましょう。まずはコードから確認していきたいと思います。今回使うコード6種類となっております。あんまりね、もう変わったコードは出てきてませんので、もう皆さんならスラスラ弾けちゃうんじゃないかなというふうに思います。では、Am から弾いていきましょう。Am、ラドミ。F メジャー、ファラド。G メジャー、ソシレ。C メジャー、ドミソ。素敵ですね。これを繰り返します。 1,2,3,4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 。 はい、こんな風に弾きますね。それではこれもカウントで弾いてみましょう。テンポ60出します。はい、それでは続いてのコードに行きましょう。 G メジャー、ソシレ。 F メジャー、ファラド。 E マイナー、ミソシ。はい、ここまで下がったら A マイナーに戻ってきます。ラドミ。最後ですね、最後のコードは D メジャーからです。レファラ。ファがシャープになります。気をつけてください。もう一気にね、このコードが出た瞬間になんかこう世界が変わる感じがするんですよね。こういったところは久石譲さんの曲の素敵なところじゃないかなと思います。D メジャー、そして F メジャー、ファラド、最後 G メジャー、ソシレ。で、ここできる人は G サス4、ソドレからソシレに行っても綺麗かなと思います。試してください。さあ、ここもカウントしてみましょう。 1,2,3,4。こうなります。ここまでできたところで、これがまずはワンフレーズなんですけれども、この後もう一回同じことを繰り返します。そして最後終わるところですね、こうきますね。先ほど G メジャー、 F メジャー、 E マイナー、 A マイナーで来ましたね。そして最後終わるときはさっきとは違って D メジャー、 G メジャー、 C メジャーという風に終わっていきます。さっきはね、 D メジャー、F メジャー、G サス 4G だったと思うんですけど、これは1回目だけなので、2回目の時は D メジャー、G メジャー、C メジャーという風になります。ここだけ気をつけてください。はい、それではここまで来たところで、今度は右手弾いていきましょう。右手ちょっとね、これ難しいんですけど、同じようなフレーズが何回も繰り返ってくるので、そういう意味ではこうちょっと一回ねできるようになっちゃえば他のフレーズも弾けるかなと思います。まずはソドレミレドドですね。1番から 1,2,3,4,3,2,2 となります。ソドレミレドド。はい、これはね、一
気にいっちゃうのがいいですね。こうソドレミレドドって弾くと、なんかあのなんだろうな、なんか風が吹かない感じがするので、一気にソドレミという風にいっちゃいましょう。ソドレミレドド、いいですね。そして同じフレーズです。もう一度ソドレミレドレミミ。はい、今度はですね、レドドじゃなくてレドレミミとなりますね。こういうなんかこう、なんていうんですか、質問とアンサーみたいな感じのね、こういったフレーズとても綺麗だなと思います。そしてまた同じフレーズきます。ソドレミレドド、はい、またね、なんか聞いてる感じですね。クエスチョンですよね。そうすると次のフレーズはちょっとだけ変わっていきます。ソドレミレドレソミ、いいですね。これがこう4回目で完全にこう上にメロディーが上がっていくっていう、やっぱりこうね、なんかどう元気っていう風に聞いてて、元気だよって言って、どう元気、いやそれがさーみたいなねなんかこう なんていうんですかね、こう二人の会話がですね、とても面白い感じですよね。普通にどう元気、うん変わらず元気なんだ、そうか本当に、いや実はさこんなことがあってみたいなね、ストーリーが始まるような気がしますよね。はい、まあ、そんな妄想さておきまして、メロディーの指番号がちょっとここ特殊です。ソドレミレまで来たら 1,2,5,3 という風になります。ここ気をつけてください。それでは2番からミファソソソソソミド、はい、ここですね、ちょっとソの数が多いので、なんかこう何回やってるかわかんなくなっちゃうかもしれないんですけれども、全部で 1,2,3,4,5 回ソが出てきます。ミファソソソソソミド、はい、一緒に歌いながらやってみましょうね。ミファソソソソソミド、はい、OK ですか。それではもう一度同じようなフレーズがきます。ミファソソソソソミド、いいですね。そしてソソソって言ったものが最後はミミミに変わっていきます。ドレミミミミミラレミレドレ、はい、このレミレドレミレド、ここはですね、ちょっと早く弾ける人はレミレドレミレド、これどうでちょっとストップするみたいな感じをね、ちょっとこうアンニュイな感じで弾けるとなんか雰囲気出てくるかなと思います。もちろんね、普通にレミレドレっていう風に弾いたってなんとなく雰囲気は伝わってきますから、皆さんの弾きやすい方法でね、ちょっとこうサマーの雰囲気楽しんでいただけたらと思います。はい、もう一度ドレミミミは 1,2,3 で入ります。ドレミミミミミラで 2,3,2,1 レミレドレ、はい、こんな風になります。でもう一回戻るんですね。ソドレミレドド、ソドレミレドレミミ、ソドレミレドド、はい、次ですね。ソドレミレ 1,2,5,3、 はい、ミファソソソソソミド、ミファソソソソソミドドレ、はい、最後終わるところメロディーちょっと変わります。ミミミミミレドラド、はい、こんな風になりますね。ここね、本家本元ではですね、ミミミミミレドラドみたいにこんなこうちょっとフレーズになってるんですよね。ちょっとねこれね難しいので、簡単なバージョンになってます。ドレミミミミミ、はい、サンデーレドラド、はい、こんな風になります。はい、ここまでできました。いい曲ですよね。それでは右手と左手合わせてみましょう。まずはソドレミ一人で弾きますね。右手が先に入ります。はい、ここまでになります。でまた同じフレーズを同じように A マイナー、 F メジャー、 G メジャー、 C メジャーに合わせます。こんな風になります。それではここまでカウント60で合わせてみましょう。 1,2,3、 はい、ここまでです。いいですね。
はい、それではですね、次ですね、メロディーはミファソソソソソミドミファソソソソソミドってなるところですね。左手は G メジャー、F メジャー、E マイナーとこう下がっていくところになります。それではまず合わせてみましょう。ミファソソソソソミドミファソソソソソ、はい、右手のソってね伸びるところで一緒に左手入ってますね。それでは最後、はい、こんな風に入ります。はい、それではですね、ここまでまたテンポ60で弾いてみたいと思います。1、2、3。はい、こんな風に続いていきます。それではですね、2回目はこの辺ぐらいまでまたつるっといきたいと思いますので、ついてこえる方はついてきてください。それではこのまま2回目に入りますので、メロディー2回目に入って終わっていっちゃいたいと思います。1、2、3。こんな風になります。最後ですね、最後だけ確認しておきましょう。 D メジャー、 G メジャー、 C メジャーという風に終わっていきます。はい、いかがでしたか。最後に私の方でちょっと小伴奏気をつけながら通してみたいと思います。こんな感じでね、この A マイナー、F メジャー、G メジャー、C メジャー、ここを繰り返していただければ結構イントロもね、そしてエンディングもつけられるんじゃないかなと思います。ぜひ試してみてください。それでは今回の簡単コード弾きはサマーをお届けいたしました。ぜひこの季節に練習してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。